おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。まあ続きやっていきましょうと言っても残りライフ2しかないんですけど、ライフが回復しちゃったらまた20でフルになっちゃうんでもったいないなと思って、この消費しきってまた回復したら別日に収録したいと思います。なのでとりあえず進みましょう。シロー君どこにいるんだろう、大丈夫かな。教室は2人いるんだね。うん、なんだ理科、あ、そうか、理科室は鍵がかかってて、うーん、じゃあ探すか。職員室とかには多分まあいないでしょうね。うん、そんなのんきなこと言ってる場合じゃねえだろ。まあ早速ですけど、進展があるまでカットで。あ、怖っ。トロフィーが飾られている。理想の学園大賞最優秀賞、海進学園理事長猿山浩二。誰、理想の学園大賞ってそんな賞もあるんだな。そっか、前の理事長とかかな。これは歴代理事長の写真が飾られている。これは今の理事長の写真。うん、黒木徹。あの理事長は5代目だったのか。うん、でこれはダニエル・ミズーネ。初代理事長は外国人だったのか。ん、なぜかこの写真だけ逆さまになってるみたいだ。そうだよね、だからそれが気になって今クリックした。一体どうして。あ、今は別に謎を解明できたりはしないんだ。理事長室、鍵がかかってる。うん、4代目熊井利久。うん、これが受賞式の写真。2代目理事長が理想の学園大賞の優秀賞、ん、優秀賞を受賞したのは2代目理事長か。うん、でこれは動物を抱っこした女性。3代目理事長。あ、名前がない。あれ、どうやら名前の部分が消えているみたいだ。え、結構ここ謎だね。謎の空間だわ。まあ初めて見る場所だったね。ってことで、じゃあちょっとまたカットで、とりあえず話聞いてみようか。キスケ、大丈夫。ああ、俺は大したことない。信之こそ大丈夫だったか。うん、なんとか。でもルイ君が助けに来てくれなかったらやばかったかも。そうか、それにしてもシローが心配だ。早く助けに行かないと。そうだな、急いで探しに行こう。で、ルイちゃん、ダメだ、シロー君電話に出ない。やっぱりシロー君の身に何かあったのかな。それはまだわからないけど、急いで探さないと。そうだね、きっとこの学園のどこかにいるはずなんだけど、一体どこに行ったんだろう。うん、またじゃあ探しに行くね。おお、え、これシロ君、これ、うん、な、うん、これ、うん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 、びっくりした。え、うん、うん、お、お、お、あ、あれは嘘、マジかよ。どうして。何言ってんだよシロ。刺された時犯人に言われたんです。
もしこのことをオカルト部以外の人間に知らせたら、次は本当に誰か死ぬことになると。でも大丈夫です。刺された傷自体はそこまで深い傷ではありません。本当かよ。それよりも早くみんなに話したいことが。わかったから、もう無理して喋らないで。一旦シロをバーに運ぼう。うん。そして俺たちは学校を後にし、バーに向かった。クリア。うわー、ここでクリアか。うわー、5時の回復を待ちましょう。くそー。後日です。こんにちは。よし、続きやりましょう。疑心っていうやつからかな。いくよ。前回あれだよね、シロくんが刺されてたんだよね。それからしばらくして、バーで手当てを受けた俺たちはなんとか全員助かった。よかった。そして連絡を受けてオカルト部全員が集まった。でもさ、あんだけ血流してたんだからさ、入院くらいしそうなもんだけどね。そこまで本当に深い傷じゃなくて、見た目だけの傷だったのかな。それだったら全然いいんだけど。ガチャ。おい、大丈夫か。シロが刺されたって聞いたけど。マチさん、しんのすけくん。ええ、僕は大丈夫です。あまり深い傷ではなかったので。いや、本当によかったよ。よかった。一体何があったんだ。俺たちは謎の人物に襲われたんだ。襲われただと。俺やシロは怪我で済んだが、信之に至ってはガスで殺されかけたんだ。殺されかけたって。マジかよ。誰にやられた。顔は見てねえのか。顔は見てない。俺も急に襲われたから犯人は見ていない。そうか。シロは犯人見てないの。シロくん、どうかしたの。すみません。もしかして何か犯人について知ってるのか。すごくこれは言いづらいんですが、僕犯人に襲われた時見てしまったんです。見てしまったって何をだよ。ハキハキ喋んねえと分かんねえだろ。分かりました。言いますから。ちゃんと言いますよ。僕は何者かに刺されて地面に倒れ込んだんですが、その倒れ込む瞬間、ほんの一瞬だけ犯人の姿が見えたんです。マジか。それで犯人は誰だったの。それが、顔はマスクをしていたので見えなかったのですが。じゃあ誰が犯人かわからねえじゃねえか。ですが犯人が身につけていたあるものが見えたんです。あるもの。それって犯人はオカルト部のバッジをつけていたんです。嘘。それってマジかよ。バッジってこれのことだよな。はい。だけどこれって確かオカルト部のやつらしか持ってねえんだろ。そうです。じゃあ
みんなを襲った犯人はオカルト部の誰かってこと？信じたくないですが、おそらく。マジで？そんな。シロ、それ本気で言ってるのか？ちゃんと見たんです。あのバッジはオカルト部のバッジで間違いありません。そんなのありえない。私たち友達だよ。一体誰が？実はみんなには黙っていたけど、こういう手紙が来てたんだ。手紙？これ以上邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。何これ？脅迫文？うん。じゃあこの手紙の差出人がみんなを襲ったってこと？おそらく。ということはさ、この手紙を送ったのも、みんなを襲ったのも、オカルト部の誰かってことだよね。まさか。でも、シロ君はバッジを見たんでしょ？はい。間違いありません。じゃあ、本当に私たちの中に犯人が？私じゃないからね。私だって。俺も知らねえぞ。じゃあ、一体誰が犯人なの？みんな落ち着いて。いや、しんのすけくんは違うと思うよ。だって、脅迫文が来たのはしんのすけくんのドッペルゲンガー事件が起こる前の話だから、しんのすけくんは違うと思うけど、他二人はちょっとわかんない。バーの中に重たい空気が流れる。その後、誰も会話することなく、みんなそれぞれ帰っていった。そしてその日から、オカルト部のメンバーで集まることはなくなってしまった。そんな、せっかくこんな和気あいあいとしたいい部活になってたのに。じゃあ進みます、そのまま。これで第4章が終わる。第5章、謎の少女。あれから数日後。ざわざわ。コツコツコツ。おはよう。あれから数日経ったが、俺たちの関係は壊れたままだった。みんなお互いを避け、目を合わせることすらなくなっていった。少し前まであんなに仲が良かったのに。あの頃のオカルト部はもう完全になくなっていた。まあ無理もない。あの日俺たちを襲った犯人はオカルト部のバッジをつけていた。俺たちの中に犯人がいるかもしれないんだ。ねえ信行くん。翼くん久しぶりだね。オカルト部って何かあったの？なんか気まずいオーラが出てるっていうか、もしかして喧嘩でもした？まあいろいろとね。何ネタにする気か？そっか。まああまり深くは聞かないでおくよ。また何か相談があったら気軽に言ってね。お前絶対バラすやろ。お前絶対裏掲示板に流すでしょ。信用できんわ。ありがとう。はあ、またみんなと元の関係に戻りたいけど、一体どうすれば？おいお前、何度注意すればわかるんだ。なんだ？さとみくんと予想します。ん？多分これはきよこちゃんでしょ。ふん、あなたに注意される筋合いはありませんわ。誰か揉めてる？あれは、さとみくんの声ね、安定しないんだよね。
なんかまだキャラがいまいちつかめてなくてさ、最初あのナルシストくんだと思ったから結構調子乗った感じでキュッコみたいな感じで言ってたけどさ、でも案外真面目だし潔癖症だし、なんかしっかり喋ってくれるからさ、ちょっと変更するかもしれないけど、まあちょっと経過過程ということで見守っててください。キヨコ、お前また学園の中で演説をしてただろ。勝手に演説をするのはやめろって言ったよな。演説をして何がいけないのかしら。私は学園のやり方に疑問があるから主張しているだけですわ。だからそれをやめろって言ってるんだ。生徒会ってずいぶん偉いのね。お前相変わらずめんどくさいやつだな。あらあら、ずいぶん口が悪いこと。よくそれで副会長が務まるわね。なんだと。お前いい加減に。あの二人なんだか険悪な感じになってきた。さすがに止めないとまずいんじゃ。コツコツコツ。二人ともそこまでにしなさい。会長。副会長、私がいない間に何をやっているんですか。キヨコに演説のことを注意していて。そう。でも今あなたがやるべきことはそれなの。それは副会長のさとみくんは会長のふみさんに頭が上がらないんだな。出たぞ出たぞ、鉄の女のお出ましだ。おもたくん、鉄の女？何それ。生徒会長のあだ名だよ。ロボットみたいに感情を表に出さないからそういうあだ名になったんだ。へえ。まあ俺はそういうクールな女の子も好きだけどな。そう。キヨコさん、あなたにはまた後でお話があります。ええ、構いませんわ。いくらでもお付き合いしましょう。バチバチですね。そろそろ時間ね。皆さん、今日はこれから全校集会が行われます。すぐに体育館へ移動してください。ざわざわ。はあ、なんとか喧嘩にならずに済んだな。それにしても、生徒会と清子さんはあまり仲が良くないみたいだ。あなた、そこで何をしているの？え？早く体育館に移動しなさい。コツコツコツ。ふみさん鉄の女って言われてるけど、それでなんかギャップとかあったらめっちゃ可愛いんだけどね。静粛にしてください。すみませんでした。それではこれから全校集会を始めます。まずは理事長先生からのお話です。コツコツコツ。ごきげんよう諸君。黒木徹、海進学園の理事長。最適な学校経営で教員から恐れられている存在。何を言っても聞いてくれそうにない。こんな大人にはなりたくない。確かに。もうね、私さっきからね、この人の立ち絵のね、このここの部分が気になって仕方ない。これ靴下履いてないね。あれじゃん、池叔父がやる格好じゃん。まあ池叔父だから許すわ。諸君も気づいているだろうが、ここ最近我が学園では奇妙な事件が相次いでいる。今日はそのことについて話をしようと思う。奇妙な事件か。それって今まで解決してきたドッペルゲンガーのことだよな。不可解なことが頻発しているが、君たちは気にせず日常を過ごしてほしい。学園の本分は勉強だ。学業以外のことは無意味である。まあそれを実感するのは大人になってからだが、とにかくポタ何赤いよ。ん、なんだポタポタ、どっから降ってんの。この赤い液体は、この赤い液体は、ええ、
絶妙な間がリアルでしょ。いや、そういうことじゃなくて、頭から血で、ナイフで、ってことは頭にナイフが刺さったの？え、死んでね？理事長、大丈夫ですか？危ない。危ないってことは？かすり傷？ああ、あと少しで、私に刺さるところだった。一体誰がこんなことを？バツン、ほや！今度は停電ですか？電気が消えた。一体、何が起きてるんだ？お。いい BGM ですね。どうしたんでしょうか？お。次の瞬間、体育館に音楽が大音量で鳴り響いた。一体何が起きてるんだ？とにかくこの音楽うるさすぎる。この大音量の中で何かが行われているのではないだろうか。怖いんだけど。爆音で鳴り響く音楽は隣の声も聞こえないほどだった。そして数分後、音は止まった。バツン。理事長、これからお前のすべてを奪ってやる。お前だけは絶対に許さない。必ず殺してやる。脅迫文が体育館の壁に血文字でがっつりと書かれていらっしゃいますね。あ、電気がついた。一体今のは。何あれ。ねえ、壁見て。あれは。理事長、これからお前のすべてを奪ってやる。お前だけは絶対に許さない。必ず殺してやる。何あれ。マジかよ。怖。あれは理事長への殺害予告。いや、もう壁にびっしり書かれてるからね。これ血文字でしょ。だってとんでもねえことすんな。もしかしてこれってドッペルゲンガーの仕業なんじゃ。なんだこれは。ざわざわ。静粛に。全校集会は中止とする。生徒は速やかに教室に戻るように。その後、俺たちは指示に従い教室に戻った。さっきはいろいろあったが、体育館には絶対に近づかないように。いいかお前ら、野じ馬なんかしようと思うなよ。ざわざわ。いや、これは野じ馬が絶えないでしょ。もう多分立ち入り禁止なんだろうけどさ。これがドッペルゲンガーの事件だとすれば、俺はこの事件を調査すべきなのか。もしこのままドッペルゲンガーを退治してしまったら、今度こそ俺はあいつに殺されるかもしれない。でも逆にここでドッペルゲンガー退治をやめれば、俺の記憶はこのまま戻らないかも。だったらやるしかないよな。そして俺は一人で事件の調査をすることにした。ああ、クリア。じゃあ今回はこれで終わろうかな。そうだよね、前回の分もちょっとだけあるから、それと合わせたらいい時間になるでしょう。ってことで、また次回。とんでもねえ事件だな。理事長に手加えるとか、やばくない？でも、恨みを買ってそうな生徒、違うわ。理事長、でも、理事長が恨みを買ってそうな生徒って、結構数限られてるような気はするね。あ、だから今回その3人、そのふみちゃんと、さとみくんと、きよこさんが出てきたのかな。まあ容疑者が3人いますが、いや、調査始めていきましょうね、次回から。楽しみだ。はい。じゃあ、また、次回、お会いしましょう。おつぴーよです。